Cytoxcar.2025年、ホンダアクティ軽トラック。コンパクトで機能的な車両の革新。じゃあ年にわたり、日本市場でコンパクト車の象徴となってきたホンダアクティ軽トラックが、2025年モデルとして新たに登場しました。このモデルでは、ビジネスや個人利用に最適な多用途カーナとしての特徴を維持しつつ、デザインを一新し、最新技術を取り入れています。ホンダは、燃費効率、積載能力、そして運転者の快適性の向上に重点を置きながら、従来の機能性を損なうことなく改良を加えています。デザイン面では、2025年モデルのアクティは実用性を重視しながらも、美しさを損なわないミニマルなコンセプトを採用しています。そのコンパクトなサイズは、都市部の狭い道や限られたスペースでも簡単に操作が可能です。小型でありながら、後部には十分な積載スペースを確保しており、多くの荷物を運ぶことができます。シャープなフロントデザインには、モダンな印象を与える LED ライトとグリルが組み込まれ、やや幅広のフェンダーが安定性を向上させています。ホンダはまた、2025年モデルのアクティに最新技術を多数搭載しています。その一例として、新しいタッチスクリーンインフォテインメントシステムが挙げられ、スマートフォンとの互換性が強化されています。さらに、狭いスペースでの操作を支援するために、バックカメラやパーキングセンサーといった運転支援システムも搭載されています。また、サスペンションシステムが改良され、振動をより効果的に吸収することで、より安定した運転体験を提供します。パフォーマンス面では、2025年モデルのホンダアクティには、効率的かつパワフルな 66cc エンジンが搭載されています。このエンジンは耐久性が高く、燃費性能に優れていることで知られ、長距離移動が多い商用車に最適です。また、スムーズなトランスミッションシステムと最新の燃料噴射技術を採用しており、さらに低燃費で環境にも優しい車が量に仕上がっています。最適化された燃費性能により、運用コストを削減できるだけでなく、排出ガスの削減にも貢献しています。総じて、2025年モデルのホンダアクティ軽トラックは、多機能で低コストの車両を求める人々にとって理想的な選択肢です。コンパクトなデザイン、優れた燃費性能、高い実用性の組み合わせにより、中小企業のオーナーから個人利用者まで幅広いニーズに応えます。ホンダは、実用的であるだけでなく、運転者に快適さと利便性を提供する車両を作り続けるという、その強みを再び証明しました。